今回はですね、あの人は今を紹介します。あの人は今どこにいるんですか？川又健吾。懐かしいな、超懐かしくない？一時はさ、日本代表のエースになるんじゃないかって言われたほどの選手やで。どこ行ったのよ、全然活躍せずに。ねえ、何歳ろ川又って。あ、でも32か3か。まあ、いつの間にか気がつけばそんな年になってたよな、本当に。もともとどこいたんかな、ちょっともともとどこいたか覚えてん。俺がはっきり覚えてんのはアルビレックス新潟かな。アルビレックス新潟でちょっとブレイクして、で、どこ行ったんやろ。名古屋とかに行ったんかな。あ、ちょっと覚えてへんな。で、まあ、ジュビロ。で、今は確か、ジェフ千葉かな。でもほぼ試合に出てないし、多分ベンチにも入ってないかな。まあそういうレベルの選手だと思いますわ。結局ね、まあそのこれだけのフィジカルを持ちながらね、やっぱり活躍できないってなると、どうなんかな、やっぱメンタルの部分なんかな。プラスなぜ海外に行かなかったのかなっていうね。もちろんね、このぐらいのフィジカルで海外でなかなかそんな活躍するの難しいと思うんですよ、センターフォワードでは。まあ、手がいくらでもいますからね。まあ、でもそれでもやっぱね、こうなんか挑戦する、チャレンジするっていうね、そういうのがあんまり見られへんかったタイプかな、彼は。キャレは。頑張ってほしかったけどね。まあ、残念ながら、どうなんすか、もうこれで終わるのかな、っていう感じが、ひしひしと伝わってきましたけど。まあでもどっちにしても、ジェフ千葉がね、もう監督、優勝班変わるんで、まあ来シーズン、さらにいるってこと多分ないと思うんですよね、この川又健吾が。あのね、このポストプレイヤー型のやつがね、なんか若手が2人ぐらいいるんですよ。ブアニかなんとかっていうのと、ソロモンか。これが将来的なね、ポストプレイヤー、ジェフ・チガの、センターフォワードになっていくはずなんで、ちょっともう出番ないと思うんでね。来年は引退か、もう J2 やな、J1 ちょっと厳しいよね。J2 か J3 で頑張ってくれ。